信長が上洛を果たしてなお、越後の上杉、甲斐の武田、そして西国の毛利など各地で大名が割拠していた。義明の御所を整えた信長は、京周辺を安定させるため将軍の名において越前の朝倉義景に上洛を命じる。しかし再三にわたる上洛命令を義景は黙殺。その態度を危険視した信長は朝倉討伐を決断した。旧恩ある相手との敵対に心を痛める光秀は、戦への発展を避けるべく義景の説得を試みるが、光秀編第4章、覚悟、金ヶ崎の戦い。やはりお考えは変わりませんか。ええ、我々朝倉は上洛の命には従えません。越前の安寧を守ることこそが私の使命です。今越前を離れるわけにはいきません。申し訳ありません、光秀。信長殿にはそのようにお伝えいただけますか。義景様、しかしそれでは朝倉は織田と。殿、これ以上の説得はもはや。わかりました。義景様のご意志、信長殿にお伝えいたします。これもまた定めでしょうか。というわけだ。長政殿からもぜひ口添えを。はあ、バカ言うなよ光秀。お前、自分が言ってることの意味分かってんのか。織田はかつて朝倉との不戦を訳したはずだ。それを今になって保護にするつもりかよ。長政殿の憤りはもっともだ。不義とのそしりは甘んじて受けよう。しかし信長殿も考えあっての決断なのだ。どうか分かってくれないか、長政殿。そうかよ、それがお前たちの結論か。そっちが義理を踏みにじるってんなら、俺も身の振り方は考えさせてもらうぜ。長政殿、俺は。僕の策に期待して。俺に任せとけ。これで金ヶ崎城は我らの手中に落ちたか。ああ、あとは朝倉の本拠一条谷城を攻めれば。信長様、殿、ご報告いたします。浅井が我らに反旗を翻した模様。長政か。さよう、お市様、勝家殿を伴いこの金ヶ崎城に迫っておりまする。そうか、どうする、信長殿。いささか分が悪い。ここは一度引き体勢を立て直す。承知した。全軍に撤退の下地を下そう。やはりこうなってしまったか、長政殿。
長政殿、やはりあなたは、いや、悲嘆に暮れる暇はない。信長殿と姫様が無事に撤退できるよう、なすべきことをなされば。わかったぜ。信長殿と姫様、撤退まで必ずや守り抜かねばな。信長、俺はもうあんたと同じ道は歩けねえ。長政、それがお前の選んだ道か。あの鳥でなんか匂うな。様子を見ておくか。長政殿、あの時俺が思いとどまらせていれば。えらいことになったが、ここで生き残りゃ出世の道が開けるってもんだ。くそ、見つかったか。ならばここで死んでもらう。あの者は朝倉配下の忍びか、策の一部かもしれない。警戒を強めよう。信長殿、姫様、道は開けました。急ぎご退却を。開門。悲しくなったものだ。これより先には進ませんぞ。この人を逃がすのが私の務め。どきなさい。たとえ恩義ある朝倉の将とて行く手を阻むならば、切り伏せねば。勝負いたせ。参るか。身の程知らずめ。どんなもんよ。耐えきれん。聞かせてもらう。誰でも振り返らずに走れ。俺たちに買うんじゃない。開門。弁解なんてしないよ。私の命は長政様の志とともに。姫を守ることのみが俺が生かされた意味。ならば命に代えても果たし抜いてみせますよ。二人から強固な覚悟を感じる。戦うしかないのか。俺に会ったのが運の尽きだ。くせー。
追撃は避けたい。敵本陣近くの砦を落としておこうか。どうだよ。道はこの先も長政様と一緒に戦います。さよなら兄様。みんな死ぬなよ。運を祈る。みんなどうか無事で。逃がされ。親父は引いたがまだ気は抜けねえ。よし、残る奴らを乗っとくか。ああ、だがこれ以上犠牲は増やせねえ。みんなあんまり無茶はするなよ。勝利条件変更。敗北条件変更。手をこまねいているわけにはいきませんね。開門してください。開門。うん。吉影様が自ら打って出られたか。どうか心を鬼になされよ殿。吉影様、恩をあだで返す不義をお許しください。来たな。この砦でやすやすと奪わせはせぬ。皆姿を現すのです。くそ、伏兵かよ。親父のところへは行かせねえぞ。伏兵を信長殿のもとへ行かせてはならない。ここで食い止めれば。どれだけ忍びを潜ませようが関係ねえ。全員俺が倒すだけだ。誰もこの先へは行かせねえ。ここは俺が守り抜く。これで孝子の憂いは立てたか。ここは引こうかあるまい。突出とは投げかわし。やっちゃおうか。散らかすよ。そして一層励みなされ。
しみたいだ。力及ばすか。こたびはこれにて引きましょう。光秀、決着はいずれまた。決着か。やらねばこちらがやられると分かってはいるが、よし行ってこい。お前たち織田の戦力を削り切れ。開門。うん、いいよ。長政殿、俺はあなたを、ヤンマドウナ、俺は長政殿を倒す。敵将ぶっ飛ばした。悔しいな、ここまでか。いいよ。浅井にもまだ迷ってる人がいるみたい。どうにか引き込んでみようかな。誰か加勢してくれ。まずいな、あなたが孤立しちまってるみたいだ。残らず破って絶対に信長に追いついてやるよ。開門。今すぐ長政殿を止めなければ。敗北条件変更。一人でも多く助けて、みんなでこの地を抜けねえとな。助けられたな我が部、一層フルートしよう。味方は助かったようだし、よっしゃ、オイラも張り切るとすっか。任せろ。うん、いいよ。この砦は落とされたようだが、なら中の奴らを倒して突き進むだけだ。はい。
天下をあげたか。引き続き励めよ。このままでは持たない。開門。待ってよ、長政殿。すぐ追いついてみせる。余裕余裕。二人ならきっと。よし、説得してみよう。敵将、撃ち取ったよ。軍師だって武働きしないとね。やはり織田との関係を無下にはできない。我らはそちらにつくとしよう。読みが当たってよかった。見せてみろ。すぎてこげんなよ。くぜーに。俺も全力で。来たな光秀。邪魔をするならお前だって切り捨てる。長政殿、もう戻れないのだな。でもここから動かねえぞ。残念だったな、長政よ。言うじゃねえか。なら意地でもお前をどかせてやるよ。次こそ絶対に息の根を止める。お前も覚悟を決めろよ、光秀。俺は未だ惑って。なあ、早く親父を追おうぜ光秀さん。俺なんか嫌な胸騒ぎがするんだよ。ああ、そうだな。先に向かえ光秀。
俺も後ほど合流する。信長殿、こちらでしたか。ただいま帰還いたしました。ああ、そうか。ご苦労。信長殿。光秀さん、大変、大変なんだ。美月、落ち着け。深く息を吸うんだ。どうした？機長さんが殺された。親父をかばって銃で撃たれて。姫様が。俺犯人を追ったんだけど逃がしちまって。くそ、あいつめ。先ほどの呆然たる様はそういうことだったのか。信長殿、俺は機長の仇を討つ。機長を奪った者をこの手で斬る。それは仇討ちのために天海神の歩みを止めるということか。そうなる。俺は新たな世を機長に見せたかった。花もすすけぬ世で機長を思うまま遊ばせたかった。その望みを刹那にして奪われたのだ。我慢ならぬ。仇討ちをなすまで俺は前には進めぬ。信長殿。ただしこの仇討ちは俺にとって最後の情とするつもりだ。仇討ちさえなればその後は一切の情を殺し天下一心を果たすためにのみ生きよう。光秀、お前の力を貸してくれるか。愚問だ。俺は信長殿と志を果たすためここにいる。この先何があろうとも俺が信長殿を支えよう。それこそが俺のなすべき正しきことなのだから。恩人の義景や友長政の敵対、濃姫の死、度重なる不幸が光秀の心に大きく影を落とす。しかし光秀は信長の決意に沿うため浅井朝倉との交戦を決意。その後姉川にて勝利を収めた。そんな中浅井朝倉への加担を表明し信長の動きを妨げようとする勢力があった。比叡山延暦寺である。比叡山側の度重なる挑発に業を煮やした信長は家中の反対を押し切り比叡山攻めを強行した。比叡山焼き討ち。焼き討ち。おお、光秀殿、先の表情でのお心配り平に感謝いたしまする。久秀殿、
俺はそのようなつもりでは。古き剣人は打たれ滅びるが定め。光秀殿と志がいつであったこと、まこと後人の至り。それはどうかな、久秀。なあ、ケチ殿。あんた、まだ迷ってんじゃねえのか。正直迷いがないわけでない。比叡山を攻めれば、民をも巻き込むことになるのだからな。だが俺は、俺の正しきことを貫くと決めた。今さら迷ってなどいられない。正しきことね。そんな悲壮な面で言われても説得力ねえがな。まあせいぜい頑張ろうや。俺たちの正しきことをなすためにな。行くか。任務開始だ。この機に比叡山を完膚なきまでに叩く。敵方に加担する者を見つけ次第討ち取れ。二度と盾つかぬよう焼き払ってくれ。三太夫、出数は整っていいような。万事抜かりなく、俺の手下には火付けの手だれが揃ってますね。お堂に近づけるな。邪魔する者に容赦はいらん。蹴散らせ。敵は最下衆に加勢を頼んでいるようだ。いずれ棟梁の孫一も現れるだろう。敵将ぶった切っといたぞ。引かせていただこう。三太夫以下、伊賀者たちがおらぬが火攻めはならぬ。守ってやらねばなるまいな。味方本陣の守りは池田殿ですが、あちらにも気を配らねばなりませぬな。最下手、攻めの邪魔ですか。先に片付けておけ。いずれこの山も炎に包まれるのか。ザコども邪魔すんじゃねえ。ほら焼き払え。惜しい奴らだ。叶う相手ではなかったか。皆の衆、支度を急ぐのだ。ついに炎が怯むものか。敵襲か。やむを得ぬ。
迎え撃て。よし、火をつけろ。よし、行くか。まずい、大切なお堂に火の手が。おりゃ、こっちにまで火の手が。逃げろ、開門。火に追われて出てきた。奴らを逃すな。敵の怪しげな動きを封じられた。こりゃひどいな。あの時俺が信長を仕留めてりゃ。雑魚どもが死に急ぐか。用がある。およのは信長だけだ。どけ。よし、行くか。ザコども邪魔すんじゃねえ。待てこら。くそ、俺も焼きが回ったか。棟梁が引いちまっただと。おいおい、俺らだけでどうしろってんだ。自らご活躍とは恐れ入りますな。霊山の禁忌を破るとは信じがたき外道よ。我ら上杉が蹴散らしてくれよ。上杉、承知。いらぬ干渉。天軍、上杉勢を迎え撃て。上杉は敵の加勢に。もしや謙信殿。信長様、遅ればせながら参陣いたした。これより加勢に入りまする。どうした明智殿、顔色が優れねえよ。大事ない、気遣いは無用だ。調子が出てきた。野郎ども、焼き打ちを進めるぞ。およ、者ども急げ。根本中道を守るため、織田の奴らを押し戻すのだ。仕留めた。かなう相手ではなかったか。見事、さらに精進せよ。かなう相手ではなかったか。マイルか、身のほど知らずね。最下手、また邪魔な手をするつもりか。奴らを残らず討ち取れ。次だ。敵将、仕留めた。耐えきれん、聞かせてもらう。コロナフとして一層励みなされ。意地は見せたわ。もうよかろう。
しゅう。邪魔者どもは消えたか。敵将仕留めた。かなう相手ではなかったか。よし行こうか。承知。ザコども邪魔すんじゃねえ。誰も俺を阻めはせん。根本中道の火攻めを急げ。そう仕上げだ。火を放て。比叡山が誇る根本中道が開門。承知。火付けはもう十分だ。忍びたちよ、あとは好きに暴れてやれ。敗北条件変更。もはや焼き討ちは止められんか。ならばせめて織田本陣を落とすぞ。およ、突撃だ。救援を急がねば本陣が危うい。やられっぱなしじゃ雑賀衆の名が捨てるぜ。せめて一矢報いてやるぞ。開門。よし、ほっか。承知。雑賀衆め、まだ残ってやがったのか。敵将討ち取ったぜ。力及ばずか。乱世に正しきを示すため、謙信推参。信長の非道を許してはならぬ。続け。やはり謙信殿も来たか。信長殿を守らねば。勝利条件承知。変更。本陣の危機はひとまず去ったか。しかない。本陣を守り抜くため私も力を尽くさねば。紀州雑賀衆の名にかけてその首もらうぞ。この中道までも焼き払われたか。織田は悪の権化よ、成敗してくれるわ。ぶっといたぞ。またさ、今日も暴れているな。およ、過ぎたなき下道めら、払うべし。俺、敵将仕留めた。耐えきれ、引かせてもらう。意地は見せた。もうよかろう。次だ。蜂の巣だ。鬱陶しい奴らだ。そらよ、ここは引くほかあるまい。よっしゃ、雑賀衆は片付いたな。よし、
承知。カズージの働きちゃんと見てっからな。槍の又沢天下無双よ。邪魔すんじゃねえ。悔しいが、ここまでか。ここは引こうか、あるまい。越後組んだりからわざわざ俺たちの邪魔をしに来たのかよ。世に正しきを打ち立てるためなら、日の元の果てでも上杉は現れるであろう。俺は殿、ここにおられましたか。信長様がお呼びです。急ぎお戻りを。そうか、分かった。殿、もう楽になられてはいかがか。としみつ、お前何を。最近の殿からはかつての正気が感じられませぬ。姫様が亡くなられて以降、特にこれ以上弱っていく殿をただ眺めてはおれぬゆえ、殿、どうかどうか恩義をいたわられよ。としみつ、お前にそのような思いをさせていたとはな。だが俺は歩みを止めるつもりはない。殿、姫様を亡くしたあの日、俺は信長殿と誓った。女王を殺し天下一新へ邁進する信長殿を必ず支え抜くと。だから俺はまだ止まれない。すまない、利光、心遣い感謝する。殿、なぜあなたはいつも
たぞ、明智殿。で、なんだよ話って。実は、折り入って桃地殿に頼みたいことがある。信長殿をあえめんとした企ての首謀者を探ってほしい。なるほどな。あの八田ガラス、西下孫一だっけか。あいつの雇い主を突き止めろってことかい。あ、さすが桃地殿、話が早い。では早速。聞こえちまった、その話。俺にも協力させてくれ。孫一を取り逃がした罪滅ぼしってわけじゃないけどさ、俺は親父の気を晴らしたい。少しでも親父に笑ってほしいんだ。泣かせるね、その殊勝な心掛け。気に入ったぜ美月。お前の力貸してもらおうか。わかった、桃地さん。俺頑張るからな。すまない桃地殿、美月ともどもよろしく頼む。ああ任せとけ、きっちりやることはやらせてもらうぜ。